お隣の天使様にラジオでもダメ人間にされていた件。テレビアニメお隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件、椎名真秀役の岩見真中です。この番組は各種配信サービスにて配信中のテレビアニメお隣の天使様の魅力をお伝えする公式ラジオ番組です。本日は私一人でお送りしております。第1回ぶりですね、この感じ。今ですね、もう全12話の放送も終了しまして、皆様からとってもご好評いただいた最終話だったんですけれども、この番組はまだまだ続けられるということで、引き続きねお付き合いいただけたらと思います。そんな、なんかあれ、そっか、最終回放送後のラジオがアニメジャパンでの公開録音だったんですけど、アニメジャパン、私結構ステージいくつか出させていただいた中で一番距離が近かった。本当もう、うわ、もう目の前にもはやなんかお茶する距離ぐらいにお客様がいらして、ちょっとなんかね、肌のあらが見えちゃったら大変だわって思いながらドキドキしてましたけど、でも同時にやっぱり嬉しそうな顔とか楽しんでいただけてる顔とかを間近で見られて、幸せでしたね。うん、あ、そうだ、そしてエイプリルフール企画のお隣の天使様と小悪魔様にゲームでもダメ人間にされていた件っていうのが出てましたね。見ました。しかもなんかバンさんがリプで、僕は小悪魔様にダメ人間にされたい。バンさん本当そうなんですよね、おそらく。なんかそういう雰囲気を感じてたんですよ。絶対なんかどちらかというとそうだろうなみたいな。ちょっと想像通りでしたけど、でもこれもなんかあまりにもやっぱり可愛いから、実際やってくれみたいな声もありましたよね。なんかエイプリルフール企画で、こうやっぱり業界の大人たちがお金をかけて嘘をつくじゃないですか。私そういう楽しい嘘大好きなので、うん、実現したら楽しそうだなと思いながらもね、エイプリルフール楽しみました。皆様お気づきでしょう、不安ですよね。これはね、30分持たないんですよ。一人喋りだと。なので今回は実はこの番組、構成作家さんっていうのがいなくて、宣伝の里野さんという方がいつもこう台本用意してくださったりとか、いろいろこう隣にいてくださるんですけど、その里野さんが出演 OK とのことなので、今日はちょっと里野さんとおしゃべりしていきたいと思います。自己紹介どうぞ。はい、東方の、お隣の天使様の宣伝担当しております、里野と申します。よろしくお願いします。いや嬉しい、はい、本当になんか誰かと喋れるってこう一気にテンションが上がりますね。ありがたいです。本当に里野さんは、我々こうよくイベント周りとか、はい、そういうのラジオとかもそうですけど、うん、そういうのでよく一番お会いするかもしれないですね、天使様チームの、はい、うん、スタッフさんであるんですけど、うん、そもそも宣伝というお仕事がどんなお仕事なのかって多分聞いてる方も、そうですね、私も全部は多分把握できてないので、はい、天使様にどんな形で関わっていらっしゃるか教えていただいてもいいですか。あ、わかりました。宣伝、自分の仕事なんですけど、まあ本編自体はナンバーナインさんが作っていただいて、まあそれをいかに多くのお客さんに伝えていくかっていうのが大枠の展開で、そこから細かくそれこそ PV 作ったり、はい、キービジュアル作ったりとか、ヤミさんにも先ほどねお話しいただいたエイプリルフール施策、大人がお金をかけて悪ふざけをしていた、これもじゃあです、はい、すごいでしたり、そうですね、多分この後もちょっと触れさせていただくんですけど、はいはい、47都道府県施策とかそういったものを宣伝の方から発信していって、お客さんに、店員様に興味を持っていただいて、本編に見ていただくような流れを作るのが宣伝の大きな仕事かなと。すごいですね、はい、ツイッター運用とかも、ね、そうですね、ツイッターも基本自分の方でやってるので、ね、ピザのアイコン配ったりとか、本当になんか配ったりとか、すごいなっ
ていう現場を見たことがありまして、うん、あの1話の放送の時にちょうどこのラジオを撮ってて、うん、 ね、でその流れでちょっとみんなでスタッフさんと集まって、はい、みんなで1話見ようっていうので、うん、あのバンさんと私とスタッフの皆様で一緒にこうお菓子とか買ってきていただいて、ね、パーティーしましたね。ちょっとパーティーみたいな感じで1話一緒に見たんですけど、はい、あの私がこうお菓子を食べ、はい、のみしてる中、はい、サトノさんずっとパソコンにこう張り付いて、はい、こうタイミング見ながら全部ツイートするみたいな、ね、いはい、結果何も食べてないですよね。いやまあね、そこはもう宣伝の仕事なんでねそれで本当にお客さんの反応とかがツイッターとかでね、リプとかで来るので、いやすごいですよね。あれ毎回やっぱり私すごい思ったのが、絵文字がめっちゃ可愛いと思って。そうですね、あれも考えて、お恥ずかしながらそうなんです。いや恥ずかしくないです。なんか本当に天使感満載の、はい、ちょっとなんかゆるふわな、そうですね、あれめちゃくちゃセンスが素晴らしいと思って、うん、毎回私はこう顔が浮かぶので、はい、佐藤さんがこれ、ね、恥ずかしいですよねほっこりするんですけど、だからそういうなんかこうツイート一つとってもパッと目につくじゃないですか。そうですね、普通のツイートっていうよりかはこう工夫があったら、うん、はい、しかも一瞬でこう天使様のツイートだって分かるから、はい、そういうのも本当すごいなって思いつつ、はい、ちょっとまだありまして、はい、ツイッターアイコンプレゼントみたいな、はいはい、ね、あれのネタ枠のピザみたいなやつとか、はいはい、砥石、はい、砥と石のやつとかも考えられてるんですよね。そう、本編が割とね、うん、天音と真昼の恋の物語なので、宣伝ではまあそれを生かしつつももうちょっと遊びがあってもいいのかなと思ったりもしてるんで、まあ、ピザのアイコンとか配ったらまあ、ね、バンさんもね、はい、なってましたね、全てに乗ってくださって、はい、すごいあれ面白かったですね、うん、すごい皆さんも喜んで、そうですね、なんかツイッターのリップとかも見てるとアイコン変えてくださってるお客さんも未だにいらっしゃるんで、うん、本当にありがたいなとはね。すごい、うん、もうパッと思いつくんですか。そうです、なんかこれ使えそうだなっての本編見て仕事人ですね、はい、もう使えそうだなっていう感じで日々、うん、そうですね、作品をどれだけ伝えられるか、うん、お客さんとどれだけ触れ合える機会を増やせるかっていうのは結構大事に、いやありがたいです、うん、本当に天使もやっぱり多いですよね、その宣伝周りで。そうですね、ちょっと物量はもう やろうかなと思ってるんで、うんうん、はい、おかげでこうもう皆さんがめちゃくちゃ盛り上がりましたよね。ツイッターのフォロワーさんとかもすごい勢いで伸びていたりとか、はい、ありがたいです。いや本当に、はい、ありがとうございます。あんまりスタッフさんとこうやって喋れる機会ってないじゃないですか。そうですね、表に立つってなったら、うん、ないですね、やっぱりこう役者がメインになっちゃうので、うん、やっぱりこうそんな役者も頑張って作ってはいますけど、うん、クレジットに出ている、うん、お名前しかこうお目にかかれないみたいなスタッフさんが、まあね、なかなかね関わってる人数が、ね、多いので、絶対貴重なお話って皆さん嬉しいと思います、うん、あ、そう、はい、あれアニメジャパンのカンペのこと言いましたっけ。そうです、カンペ出してもカンペ出してるスタッフさんも楽しそうでよかったみたいな、はい、めちゃ楽しかったです本当にあの声があって、はい、あ、佐藤野さんも見られてるって思って、はい、ありがとうございます本当にね。でもステージもサプライズもね無事に、ね、成功してびっくりしました、はい、なんか本当今までは何が何でも私を勝たせましょうみたいな、うんうんうん、こう大人の力だったじゃないですか、ね、はい、なのにこう AJ ステージだと、はい、引き分けでね、バンさんと引き分けで初めて言われたから、はい、ね、いいんだと思いながらおじだらまさかのサプライズ、あの生で書いていただいた色紙なんて、うん、もうもはや展示会とか開けるじゃないですか。すごいですよね、うちで私のお家で展示会開けますよねじゃいずれずらーっとなれますか入場料いただけますよね、はい、もはやあんな貴重な羽子先生 も喜んでいただけてよかったです。羽子先生もありがとうございました、はい、ということでですね、今回は、ここから番組に届いたお便りを紹介していきたいと思います。最初のお便りはこちらです。ラジオネームカツオ兄ちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、いらっしゃいましたらゲストさん、今回佐藤野さんですね、はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは。
ついにお隣の天使様が最終回を迎えてしまいましたね。正直悲しい、寂しいという気持ちは強いのですが、でもそれ以上についに思いを伝え合うことができた天音と真昼を見れたことが嬉しくて、見終わった後には嬉しさの涙が溢れそうになるほどでした。最終回を見て改めて天音と真昼に出会えたこと、そしてお隣の天使様という作品に出会えたことの幸せを強く感じましたし、そんな幸せを運んできてくださったアニメスタッフの皆さん、佐伯さん先生、羽琴先生をはじめとした原作を作り上げてくださった皆さん、そして何より天音と真昼を演じてくださった坂さん、岩見さんをはじめとしたキャストの皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいになりました。素敵な作品と出会わせてくれて本当に本当にありがとうございました。アニメは最終回を迎えてしまいましたが、これからも原作小説をはじめとしたお隣の天使様コンテンツを追い続けていくことは変わりありません。いつまでもお隣の天使様が大好きですって。素晴らしいお便りですね。素晴らしいですね。もう詰まってましたね、嬉しい言葉が、はい、うん、やっぱアニメは一人や二人の次元じゃないですもんね。うん、本当に多くのスタッフさんがね、うん、関わってくださって、うん、なので本当に1話放送されるのが一番緊張するっていうのがね、現場の皆さんも、ああそうだったんですね、はい、言ってたりするんで、うん、まあ、それが本当に世に届いて、うん、うん、お客さんに支持されるようなコンテンツに、ね、うん、成長できたのはありがたいかなと思ってますね、うん、最初は泣きました？泣きました。私も泣きました、はい、いや僕自身ちょっとこの作品もともと好きだったので、そうだ、ね、余計なので二人がやっと結ばれたっていうのは素晴らしかったですね。素晴らしい、うん、しかも結ばれ方でしたよね、はい、なんかもう演じたことすら忘れて没頭してみちゃいました。いやでバンさんもね、うん、感動したってねおっしゃってくださったので、うん、すごかったですよね。演者の皆さんにもね愛される作品だったなっていうのは、うん、改めて思いましたね、うんうん、本当に他にないあんまりない作品って思いますね、うんうんうん、本当に会話劇だったりとか、ね、魔法が使えるとか宇宙人が来るとか、ね、そういう、はい、あれじゃないじゃないですか、はい、本当にとつとつと日常を生きている中で、はい、大切に思い合って、はい、でちょっとすれ違ったりとかしながら、うん、最後結ばれるっていう、それがすごい素敵だなって思って、っ、うん、エンディングもね全部岩見さんね歌ってくださった、そうでした ね、 特にね耳届けは良かったと思います、うん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 、ありがとうございます、うん、あエンディング考えたのもそれ、エンディングも一応、はい、あの自分宣伝担当なんですけどプロデューサーもいるのでプロデューサーと一緒に一緒に何がいいかなっていうのを、はい、考えた結果の、ね、放送されたのは3曲ですか？ん？ 3 曲か。そうですね、放送されたのが3曲で、実際 CD には、バレンタインキスとギフトですね、なので合計5曲、うん、はい、ギフトも良かったですよ ね、 いいですよね、本当にまだお客さんにも視聴とか出してないんで ね、 でねぜひご購入いただいて見ていただきたいんですよ ね、 本当に。あれ視聴動画は出ないんですか？視聴動画は、はい、今検討中です。検討中ですね、はい。結構やっぱりカバーっていうことで、うん、今までのこうカバーソングもアレンジをいっぱいしていただいたじゃないですか、まひるちゃん用に。だからギフトはどんなアレンジがされているのかっていうのも、う、ね、本当に楽しみに、ね、していただきたいなと思うので、ぜひとも楽しみにしていただきたいですね、はい、じゃあ続いてのお便りを紹介していきます、はい、ラジオネームゆうさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。お隣の天使様最終話本当にありがとうございました。作中では天音と真昼の関係が目まぐるしく移り変わっていき、中にはもはや新婚夫婦のようなやり取りもあったりしましたが、ご自身がここの二人の関係めっちゃ好きという話数をぜひ教えてほしいですと。うわ、あります、ありますね。え、選べます？そんな僕はもう決まっ、そうですね、なんか全12話通してこの話数がいいなっていうのもありまして、ね、え、ちょっといいですか、教えていただいて。自分から、はい、僕7話ですかね。やっぱ7話が本当に2人のある種の分岐点でもあったりするんで、やっぱ一番いいかなと思ってはいたんで、うん、そこに宣伝も結構ね PV とかね、あの岩見さんとねバンさんナレーションの、そうでしたね、はい、撮らせていただいたりとか、そういうこと特番、おいさんもね出ていただいた特番とか、新しいビジュアル出したとか、はいはいはい、まあ、そこが本当にこの物語の大事なところ、かつもう自分の好きなところっていうのもあるので、そうですね、
大きく仕掛けようかなと思ったので、僕は7話が一番ですね。7話でもいいですよね。いいですよね、本当に。7話もいいな。ゆめさん逆に何話が。私はすっごいキュンとしてしまったのが、はい、嫉妬するとこですね。逆なんというか、はい、逆ナンパされてるあまねくんに、まひるちゃんがこう腕組んで行きましょうみたいな、はい、あそこが私本当に大切なシーンはたくさんあるんですけど、はいはい、キュン好きみたいなシーンはもうダントツそこが、あそこなんですね。まあ確かにね、いいですよね。ああいうのめっちゃ可愛くないですか。可愛いですね。独占欲みたいな、ね、その頃ぐらいですよね、まあ、昼の割とね、うんうん、アピールといいますかね、そうですね、強くなってたのが、うん、結構なんか私のみたいな感じが現れてるのがすごい好きで、確かにパッと出るの結構ここですね、うん、あとその7話つながりで言うと、はい、逆もあったじゃないですか。10話ですよね、あまねくんの過去で、はい、でまひるちゃんがそれに対して言葉をかけるみたいな、はい、あのシーンも私めちゃめちゃ好きですね。このラジオでも語らせていただきましたけど、いやでもじわじわやっぱり変化していくから、もはや1話も愛おしいですよ ね、 そうなんですよね。改めて本当に最初から見ると、うん、トゲトゲですもんね、はい、なので演技のやっぱ幅とかもね、やっぱ変えられるもんなんですか、その1話から最終話にかけてって。いやまあそうですね、最初は警戒じゃないですか。あまあそうでしたね、はい、やっぱり警戒する男性にかける言葉とか態度と、うんうん、もう心を許して好きだなって思う人にかける言葉とか、あと声のトーンも変わる気がして、好きな人の前だと上がっちゃう気がします、うんはい、女の子全体的にどうなんでしょう。感じたことあります？わからないですちょっとこの後のお悩みで聞こうかな、はい、ありますかねそういうの、はい、ちょっとじゃあ後々に話して いきます。はい、はい、そしてですね、まだあります。続いてのお便り、ラジオネームまったりさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、ゲストさん、こんにちは。こんにちは。最終回拝見しました。見終わってすぐこのお便りを書いているのですが、放心状態で語彙力なくなっています。わら。尊くて甘い恋の物語、充実感でいっぱいです。締めとなったまひるとして歌うエンディングに込めた思いを教えてくださいといただきました。です、ね、これまた最初から選曲が素晴らしいですよね。さっきもちょっとお話あったんですけど、うん、やっぱり小さな恋の歌から愛歌からの、そうですよね、なんか恋から愛になって、そうですね、で君に届けで歌詞がもう、そうなんですよね、君に届けの歌詞が、うん、本当にこの物語ってまさにあまねくんとまひるの関係性をね、うん、表してるような内容だったので、もうこれでいくしかないなっていうので、うん、プロデューサーにこれでいきましょうっていうのは自分の方からいきましたね。そうだったんですね、うん、本当もう毎回マッチして、ファンの方も気づいてる方いましたね、その恋から愛へみたいな。そうですね。いや岩見さん的に難しかったとかってあります、うん、収録する中でこの楽曲でしたり。難しかった曲、でも私これ全部青春の時に聴いてた、はいはいはい、青春ソングというか、そうですね、もう耳なじみはもちろんみたいな感じの曲ばっかりだったので、まさかレコーディングをするとはっていう、はいはいはい、最初は、まあ、びっくりな感じではあったんですけど、うん、難しいはやっぱり男性の曲なので、男性ってやっぱり幅が広いですよね、こう音の幅が広くて、私割と狭めな方なので、キーとかは歌いやすいキーに調節していただきながらっていう感じだったんですけど、でも歌詞が本当に本編に沿っていたので、なんか私もそんなに、なんだろう、こう本当イメージしながらみたいな、あまねくんに対するまひるちゃんの気持ちをその歌詞の通りに感じながら歌えたらいいなって思って収録はしてましたね、うん、そうなんですね。自分も確か最初小さな恋の歌ですよね、うん、収録した時、はい、立ち合わせていただいて、いやすげえなーって思いながら、いや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 、結構でもスムーズな現場でしたね。そうですね、みたいですね、はい、うん、なんかディレクションもう、まあ、もちろんいただくこともあったと思うんですけど、うん、でも基本は尊重してくださって、うんうんうん、で撮っていただいてっていう
まひろちゃんが柔らかい音を使ってるキャラクターなので、はい、うん、それを崩さないようにみたいなことは意識してましたね。ありがとうございます、うん、ありがとうございます。どの曲もね素晴らしいですね。いや、ありがとうございます。はい、じゃあ続いて紹介していきます。ラジオネーム吉田春雨さんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、ゲストさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。確か樹くんと千歳ちゃんがまひるちゃんたちの部屋に遊びに来た回だと思うのですが、パーティー料理をキッチンでまひるちゃんが準備するときにエビが綺麗に頭だけ取られた状態でまな板に並んでいるのを見て、下ごしらえに情け容赦ない食の道を極めた天使様に思わず戦慄しました。最近天使様のコラボカフェも開始されたそうですが、まひるちゃんに似合う料理について何か思いつくメニューなどあったりしますか、といただきました。もうプロ級ですもんね、まひるちゃん。そうですね、高校生でここまでできるんだっていうのは、うん、ねえ、そうだ、コラボメニューも。そうですね、それをイメージしたコラボカフェが今始まっておりまして、うん、コラボカフェをやりたいっていうのは宣伝さんからなんですか。いや、どちらかというと、うんうんうん、商品化といいますか、タイアップとかを取ってくるチームの部署が、はいはいはい、こういうコラボカフェとかも仕掛けて、まあ、よりお客さんにその作品を知ってもらうっていうので動いてるので、どちらかというと宣伝ではない、ね。すごい面白いですね、はい、うん、営業みたいなことですか。そうですね、簡単に言うと営業して、まあ、向こうから来る場合もあるんですけど、はい、いや、なんか今見てるのがキュアメイドカフェさんのメニューなんですけど、オムライス美味しそうですよね。これ一個一個、うわ、あの日の出会いパフェとかもめっちゃ食べたい。本当に作品をイメージした商品が、うん、いや、ありがたいですね。なんだろう、まひるちゃんに似合う料理か。何作ってもらったら嬉しいですか、まひるちゃん、お隣のまひるちゃんに。なるほど、そうですね、はい、ハンバーグとかめっちゃ好きなんで、あ、本当にストレートになんかいい、ね、子供が喜びそうな食べ物が好きなんでオムライスとか、それこそね、ハンバーグとか、はいはい、ハンバーグ登場してきてないですよね、確かないですね、アニメは多分ないと思います、うん、がっつりはないですよね、はいはい、うん、ハンバーグいいなとかは美味しそうです。逆に岩見さんはこれ作ってもらいたいみたいな、これ作ってもらいたいか、それかこれ作りたいですっていうのは作りたいですはないですけど、茶碗蒸しとか、あ、いいですね。私プリン好きなので、はいはい、プリンとか作ってほしいですね、うんうん、いいですね。いや、絶対美味しいですね、まひるちゃんが作ってくれるプリン。卵料理がいいです。卵料理ですね、うん、天音くんと同じですね。そうですね、うん、天音くんと同じ。いや、妄想が膨らんじゃいますけど、ね、いや、たくさんのお便り、そうなんですよ、本当にお便り、うん、めちゃくちゃありがたいことも来てます。まだまだいっぱい、うわ、嬉しい。後で目を通させていただきます。紹介できないのが惜しいくらいではあるんですけど、でもまだ続きますもんね、番組、はい、なのでこの先に紹介できる、ご紹介させていただくこともあるかもしれませんので、紹介しようと思うので、ぜひとも引き続き、そうですね、お便り、はい、はい、よろしくお願いします。皆さん、たくさんのお便りありがとうございました。お隣の天使様にラジオでもダメ人間にされていた件。続いてのコーナーはこちら、バーン、みんなのお悩み聞いちゃいます。はい、皆様のお悩み聞いちゃうコーナーでございます。このコーナーでは天使のように優しく誰からも頼りにされるまひるのように、私岩見真中がゲストさんやリスナーさんから募集したお悩みにお答えするコーナーです。最初のお便りこちらです。ラジオネーム羊羹さんからいただきました。ありがとうございます。岩見さんとゲストさん、こんにちは。こんにちは。私は先日天使様の聖地巡礼とやらを健康目的で行ってまいりました。家からもあまり遠くなく運動不足なのでついでに行ってきたなんて絶対言えませんが言ってますね1日かけてほぼ歩いて回りました。最初天使様を見てから天使様の虜になってしまい、アニメ全話だけでなく小説を全部買ってしまうほどの天使様大ファンになってしまいました。どうしたら天使様の沼から抜け出せるのでしょうか。これからも応援しています、といただきました。これはもう答えは決まってるんじゃないですかね。ああ、じゃあもうせーので言っちゃいますか。私ももう一つしかないんです、はい、答えは。じゃあ沼から抜け出さ抜け出さないで抜け出す抜け出さないで、はい、せーの
抜け出さない、はい、解決です、ね、もう抜け出さないでずっと、はい、ね、応援していただきたいですね、来ていただきたいなと思いますね。原作小説もそうですね、まだまだ続いてるんで、お手に取っていただいて、はい、ね、今後とも応援よろしくお願いします、ということで、はい、ね、続いてのお便り、そうですね、もう一瞬でしたねありがたいお悩みでしたです、ね、続いてのお便り、こちらラジオネームにららさんからいただきました、ありがとうございます。まなかちゃん、ゲストさん、こんばんは。こんばんは。職場でのお悩みなのですが、3月末に人事異動で、先輩が他の部署に行ってしまいました。その代わりに4月から新規採用の方がやってくるのですが、僕は人見知りしやすい方なので、どう接していけばいいのか分かりません。まなかちゃん、ゲストさんは後輩と初めてはどのように接していきましたか？何かアドバイスがあれば教えてください、といただきました。あります？僕も後輩苦手で、今ね、もう4月になったんで、はいはい、新社会人の皆さんがね、働き始めてるので。そうですよね、もうその時期ですよね。え、どうしてます？どういう感じでやらなきゃなと思ってるんですけど、実際できてないんですよ、できてないんですけど、なんかね、お昼ご飯とか連れてってあげるのがいいんじゃないかなと思ってるんですけど、自分も人見知りなんでできてない、はい、気持ちだけ、はい、気持ちだけは誘わなきゃなと思ってます、逆に今見さんとかね、現場もね、どんどんその年次を重ねることによって確かに新人の子が増えてくる印象があるんですけど、てます、ね、でも本当この1年の間ぐらいですね、うんうん、がっつり、あ、この子は後輩の子だっていう、うん、年代の子と会うようになったの、うんうん、本当この1年ぐらいで、基本私今までめちゃめちゃ先輩とか、あ、先輩とか、はい、ちょっと同年代も増えてきたかなぐらいの感じなので、うんうんうん、今私もどうしたらいいんだろうって、そうですよね、考えてるとこですね、うん、どこまで誘って迷惑だったらどうしようとか、終わった後にどっか行こうよとかもあったりするんですか？先輩とか、なんかめっちゃ友達とかだったらありますけど、うんうんうん、後輩の子を誘うのめっちゃ勇気いるなっていう感じで、そうですよね、だから本当現場でなんか聞いてもらえたら、はい、答えるでしたり、うん、答えられるものとられないものが、はいはいはい、あったりはするんですけど、優しくしようっていうこと。そうですね、いや、それ大事、自分も優しくしようと思ってるんですけど、優しくしてもらっていたから、うん、優しくしようっていうことをめちゃくちゃ心がけてます ね。なんか怖い、この先輩って思われないようにだけ、そう、わかります、気をつけてますかね、うん、もうにこやかに、にこやかに、そうですね、何でも聞いてみたいな、うん、多分まあ新入社員の方がまあ不安なんでね、うん、そうですね、どっしりと、そうですね、話してあげる方が、うんうん、いいのかなって今自分に言い聞かせてはいますが、うん、素晴らしいです、それです、果たしてできるのかどうかはい、はい、じゃあ最後のお悩みでございます。音天ロスの人さんからいただきました、ありがとうございます。岩見さん、ゲストさん、スタッフさん、こんにちは、こんばんは、こんばんは、こんにちは、こんばんは。早速お悩みなんですが、4月から高校生になります。部活で野球をするって周りの人に言ってしまったのですが、少し強いチームなので練習があり、その練習がきつくてしんどいです。まだ入部はしていないのですが、やっぱり周りに言ってしまった分、引くに引けないです。こうなってしまったため、やはり野球部に入るべきなのでしょうか？もしよければご意見を頂戴したいです。拙い文章ですみません、といただきました。拙くないです、ありがとうございます。そうですね、どうです、部活、部活やってましたね、はい、やってましたけど、やってました、何やってました？テニスやってました。テニス、はい、でも別に強豪校とかではないんで、パリピじゃないですか？いや、全然、僕の世代ってちょうど、はいはいはい、多分岩見さんもね、知ってる、テニス漫画が流行ってるね、時期だったんで、あ、そっか、みんなそのブームに乗ってテニスやってましたねじゃあいっぱいいる部活でした、人多かったです、多かったです、すごいですね。厳しかったですか？県立の普通の中学校の部活とか、中学高校かだったんで、そうなんですね、うんうん、ゆるっとゆるっとやってました。なのでね、強豪校です、ね、そうですね、ちょっと強いチームだから練習が大変だっておっしゃってますけど、私中学校が吹奏楽部だったんですけど、はい、本当は演劇部があったら入りたくて、はい、でも演劇部なくて、なかったんですか？で、作るあれもちょっとなってなって、吹奏楽部ってなんか、うん、なんとなくこう真剣ゼミとかの宣伝あるじゃないですか、うんうん、チラシとか、はい、で
ヒロインが吹奏楽部に入ってるイメージがあったんですよ、はいはいはい、でなんか部活といえばじゃあ吹奏楽部なのかなみたいな運動苦手だし文化部だと吹奏楽部かなっていう軽い気持ちで入ったんです。ですか。へえ。そしたらめっちゃ厳しくて、あらめちゃめちゃ厳しくて、はい、もう土日ほとんど練習だし、練習、朝練、昼練、あ、放課後練習、はいはいはい、もうすごい厳しかったし。強豪校だったんですか。あの県大会に。私がこあの中学校1年生の時に県大会に2点届かず、はいはい、で中学校2年生の時にあと1点届かず、で中学校3年生の時に県大会に行く子中学校と同点だったんです、はいはい、で決選投票で行けなかったんですよ。あ、そうなんです。で私たちの代が卒業した次の年に行ってました県大会。だから、まあ、でも常連と言いますかね、県大会行ける、もう徐々にこう階段登っていくみたいな。へー、なんかすごい強くて有名ではなかったんですけど、うんうんうん、その顧問の先生がめちゃめちゃ熱中されてて、はい、多分ご本人も音楽をされてる方で、はい、うんうん、だからもう辛くて、はいはいはい、じゃまさにこのお便りにね、やめたい、うん、でしかも私の場合別に情熱もなかったのでそれ演技ですもんね音楽にかける情熱もなく、はい、部活は入らなきゃ。3年間続けたんですもんね。そうです。まあ友達がいたっていうのと、はいはい、私何回もやめようと思ったんですよ、はい、もうやめようやめよう、うんうんうん、明日やめよう明日やめようって、でずる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 と3年間やめる勇気もなく、あ、なかなかね、やってたら、うん、あの達成感えぐいです。いやですよね、はい、3年間、うん、終わった後ちゃんと泣けるし、こう、うわ頑張ったみたいな、もうこれ頑張ったらどんなことも頑張れるって、いやあると思います、うん、本当に思いました。うん、高校生活3年間大事ですからね、うん、それを何にやってるかっていうのを、うんうん、まあ、大人になって改めてなんか、うんうんうん、ね、実感もしますね。なのでそうですよね、なんか大人になると割とやるもサボるも結構自己責任になってきたりするじゃないですか。です、ね、だからやりたくないことはやらなくていい、よくなっちゃうから、うん、高校生で頑張るのも一つの手ですよね。いいと思いますよ、本当に。って思いながら、はい、やっぱ運動部なので、はい、ちょっとこう肉体的にも精神的にもってなっちゃうと大変だから、はいはい、もう絶対無理だってなったら、そうですね、体がね、もう逃げてもいいと思います。大事なので、うん、でもちょっと迷うなとかだったら挑戦するのいいかもしれない、うん、挑戦するのいいと思います、うん、はい、ね、素敵な青春を、いやそうですね、送っていただきたいですね。眩しい、眩しい、甲子園とか目指すんですよね野球部ってことは。そうです ね、野球部マネージャーさんもいることでしょう。いや応援してもらえますよ、それこそ。確かにそうですね、頑張ってって、いい青春だ。いや頑張っていただきたいです ね、頑張っていただきたいですね。リスナーさんからのお悩みはまだまだお待ちしておりますので、皆様ぜひ引き続き送ってください。以上、みんなのお悩み聞いちゃいますのコーナーでした。お隣の天使様にラジオでもダメ人間にされていた件。ここからはインフォメーションです。お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされていた件は各種配信サービスにて配信中ですので、皆様ぜひご覧ください。配信情報は公式ホームページをご確認ください。そして続いてはグッズ情報です。 Always with you、 どんなところへも君とビジュアルブックが7月中旬より発売予定です。全47点の特別なイラストに加え、世界を旅するマヒル、そして宇宙に進出したマヒルのイラストも収録されております。表紙として書き下ろされた艶やかな浴衣姿のマヒルちゃんにも必見です。現在東宝アニメーションストアにて先行予約受付中ですので、詳細は東宝アニメーションストア公式サイトをご確認ください。いよいよ、いよいよというかまだちょっと先ですが、まあ、もうちょっと先なんですけど、うん、7月に発売になりますね。47都道府県、うん、そうですね、いろんなところマヒルはね行ってましたね。お出かけして海外行って宇宙にも行ったんで、宇宙初ですね。多分宇宙行くナイトノベル作品ヒロインはいないんじゃないかなと思います。あんまり見たことないですね。聞いてもいいですか、アニメジャパンで、はい、あれですよ、なんかバンスさんが言いますか、ね、宇宙予想してた人
いますかみたいな。あ、聞きましたね。僕ちょっとカンペ出したんで恨みなかったんですけど、はいはいはい、当ててる人いました？いなかったと思いますね。うん、宇宙までは。そうですよね。確か。さすがにそうですよね、はい。いたらごめんなさい。いや、いやなかなかいないんじゃないかなと思って。いないと思います。私もびっくりでした。オーロラからの。そうですね。宇宙みたいな。最初これ提案した時、みんなに笑われましたから、うん。宇宙行くのって。これ佐藤さんが提案されてたんですね。はい、いや毎回あの衣装、まひるちゃんの衣装とかも本当にいろんな友達に助けていただいて、うん、まあ、本当にやるからにはいろんな姿をね、まひるを見せたいなと思ったんで、髪型含めて、すごい。え、髪型もですか？髪型もなんとなくこういう風のがいいですみたいなのはスタジオの方にご相談させていただいて、で服装も、まあ、季節とか場所と柄とかによって変えるように、まあね、それが4月の中旬に発売なので、うん、はい、いや皆様ぜひともお手に取っていただけたらと思います。はい、はい、そして続いてはブルーレイ &DVD 情報です。第1話から3話までを収録したブルーレイ &DVD 第1巻は5月17日水曜日に発売されます。ジャケットイラストはキャラクター原案の羽琴先生が担当されます。さらに封入特典として原作の佐伯さん先生書き下ろし小説が収録されておりますので、皆様ぜひお買い求めください。続きまして原作情報です。原作小説は現在8巻まで発売中ですので、皆様ぜひお買い求めください。以上インフォメーションでした。お隣の天使様にラジオでもダメ人間にされていた件。はい、早いものでそろそろエンディングのお時間がなってしまったのですが、里野さんどうでした？今まではね、今見さんの横でいろいろね、ちょっとカンペとかね、はいはいはい、出させていただいたんですけど、まあ、今回その、はい、改めて対面でね向かって、うん、かつ自分で喋るっていうのがあまり想像してなかったんで、うん、緊張しましたね。緊張しますよそれは。はい、まあでも本当にこの作品いろいろ伝えたいことあったんで、はい、まあ、話せる機会いただけたんで、いやこちらこそですよ。本当になかなかね、やっぱりあの開始の時もお話ししたんですけど、うんうん、なかなかスタッフさんにお話聞くこともできなければ、ね、こうどんなお仕事、うん、どんな形でこうお隣の天使様に関わっていただけてるのかって、ね、なかなか知る機会がないと思うので、うん、エンディングのクレジットでもすっごいいっぱい人がいらっしゃるじゃないですか。本当一人一人がこういう風に寝る間を惜しんで携わってくださってるんだなって思うと、いやいやぜひ次回もそしてなんか、ね、いろんなスタッフさん、スタッフさんとね、はい、裏話交えつつ、うん、ぜひぜひなんかいろんな方とお話しして知っていきたいななんて思いますね。こんなラジオの時間を取っていただいているので、うん、ぜひとも今後ともねそういう機会があればと思います。よろしくお願いします。はい、次回の配信は4月26日になりますので、皆様お楽しみに。それではさようなら。